最初は沖縄を攻めて、九州を攻めて日本を占領するっていう作戦で、その中の一部がオリンピック作戦と言いました。この情報を知ったこの人吉海軍の兵隊さんたちは大変だということで、この一帯の地下壕に。どうも、熱チャンネルです。人吉ぶらり軽トラ車中泊の旅後編。釣りをして温泉に入ってからのお話で、祖父から父が聞いて私が聞いた謎が後半に解けます。
とですね、これはあのアメリカ軍のですね、あの上陸作戦に備えまして、こういうあの地下壕がここに作られております。でこの崖面にずっとですね、でそれを今このチケットの中に含まれてますので、あのだいたい行って帰ってきて30分ぐらいの行程にはなるんですが、今からここをご覧内したいと思います。で今度出発するのがですね13時30分、赤トンボのレプリカになります。でこの白線までは入れますので、あとはあの記念撮影とかご自身に撮られてください。人質海軍航空基地だったというのが確認されたのが 7年前ですね。で地下壕とかはそういうことでアメリカの助力作戦が計画されておりましたので、それに対応してこの地下壕がいっぱい掘られているわけですね。航空魚雷という飛行機の中につける。